はい、えー、ミスハタカノイの、なるほど、株大が本日も始めていきます。撮影しているのがですね、11月29日の夕方の時間帯ですね、えっと、17時53分に撮影をしております。このチャンネルは株式投資で調率を上げていく考え方や、チャートの良い方をお伝えするテクニカルさんのチャンネルとなっております。本番1日ですね、日経平均の解説をどうし、えー、っとやっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕のやり方ってのは1日10分のトレード方法となっております。まあ、そのあたりですね、詳しく説明している K4 回の講座の概要欄にございますので、ぜひご登録してみてください。はい、ということでですね、じゃあ本日、日経 平均から見ていこううと思うんですけれども、まあ、金曜日の時点でですね、まあ、かなり下落方向にい、えー、くというのがなんとなく分かってきたようなところですよね。まあ、こ,のこのあれです、陽線ですね。で、あ陰線か、陰線です。で、えー、ここまでってどんな感じだったかというと、まあ、ここの相場ってずっとその20日線の上にずっとあってというような感じで、まだ分かんない状況だったんですよね。で、えーとまあ、次の日、えーとまあ、この陰線が出て、まだ20日線のところにいる状況を、まあ、まだちょっと分かんない状況ですよね。で、えー、と陽線が出てきて。 で、まあ、下がっていきましたよ、みたいな感じなので、えっ、ー、と、ま、この陰線の、陰線で、20日線を大きく割っていったから、あ,あ、どっちかって言ったら方向性下落っていうふうに見ていくといいんじゃないかなっていうところです。で、まあ、結構下落することが予想はされるんですけれども、じゃあ仮に下落するとしたらどの辺なのっていうので、ま、たいこの辺、えっ、ー、と、2万7千、えっ、ー、と、の、えっ、ー、と、下の方ですね、のところが、ま、前回の安値とかになってくるので、まあ、この辺りまでね、下落してくることっては大いに考えられるというような方法ですね。なので、<laughs> 今の方向性というのはどっちかって言ったら下落目線で見ていくから、まあ空売り目線でエントリーしていく方が、まあ個別名からも優位に進んでいくんじゃないかなっていうのは方向性で分かっていくると。まあもちろん上がることっていうのもあるんですけど、上がると言っても、えっ、ー、とですね、一時的に反発するみたいなことは全然あるんですよね。で、例えば、えっ、ー、と、ちょっとこれ前の相場になるんですけど、コロナの時って一気にこう、 下がっていったわけなんですね。こんな感じで。で、下がっていくときにも、えっ、ー、と、まあ、下がり方っていうのがあって、一方的に下がって下がることもあれば、こういうふうに反発してね、陽線が、あなることっていうのも全然出てくるわけです。こういうね、反発陽線、反発陽線みたいな。で、こういうのっていうのは全然出てくることあるので、まあ、特に陽線が出ても、どっちかって言ったら方向性、現時点だと、 この状況だったら、ま、下落で見ていくといいよねっていう感じですね。まあ、もちろん、あの、上がっていくこともあるんですけど、どっちかって言ったらそれ上がった時に考えればいいので、えっ、ー、と、現時点で、えっと、なんだろう、銘柄を入れていくんだったら、ま、売りが優勢だよねっていうことは、こんな感じでわかるというようなところです。で、じゃあ、どんなものを空売りしていけばいいのかっていうので、まあ、今回ヒントになればというと、ころで、ね、どっちかって言ったら、えっと、唐織入れる時は、 えっと、方向性がもう下落方向に見えているので、前回安値を下回っていく銘柄っていうのは結構おすすめです。で、例えば、例えばですけど、えっと、個別銘柄でいざ見ていったときに、えっとですね、例えば1720、東急建設とかね。えっと、こういうように、えっと、ま、この銘柄がうんぬんってわけじゃないんですけれども、えっと、この銘柄って前回安値こんな感じでですね、そこにほぼ固めているものが、ま、陰線で出てくるみたいな感じなんで、どっちかって言ったらこういうものが下落しやすくなってくるような感じ。例えば46とか。 ええと、このあたりもそうですね。あの、まあ、これも下落始まっちゃったって感じなんですけれども、前回安値ここ、ここを一気に割っていったらい因縁。だこういうところで今日エントリーできると、ま、いいよねっていうところですね。えー、5101、えっ、ー、と、横浜ゴムとかもそうですね。ちょうど前回安値を割っていったもの。前回安値割っていって、まあ、これだったら今日エントリーとかね。えー9、9433、KDDI みたいな。まあ、これも全く一緒ですね。まあ、これはあの、ザ、なんだっけ、逆横 N 型。 あっていう、まあ、これにも当てはまるんですけれども、こういうふうに、えっ、ー、と、下がっていきました、ぶつかりました、下落方向ってね、まあ、これすごい教科書通りな感じです。前回安値を割っているので、ね、こういうのをエントリーしていくと、結構優勢だったりするというような感じです。 はい。まあ、なので、えっ、ー、と、今回、その、下落目線で見ていくときっていうのは、結構ヒントになるのは、あの、前回安値を下回していくようなものですね。っていうのは、結構エントリーしやすくなってくるっていうところになっていきます。まあ、あとは20日線の下にあるとかですね。まあ、っていうか、いろいろ考えられるんですけど、一応、下落で、日経平均の方向性が下落目線だから。だから、エントリーするときは空売りなんだけれども、空売りでも、また20日線を見ていくよりも、前回安値を更新していくような。 わっていくようなものっていうのがおすすめですよっていうお話でした。ぜひ参考にしてみていただければと思います。ということで本日の動画はここにて以上になります。良かったなと思ったらチャンネル登録、ぜひ、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。また以前、ね、コメント欄にあと質問とか書いていただければですね、まあ明日以降また拾っていこうかなというふうに思いますので、これってどうなんですかっていうのはあると思うので、ぜひ見てい,ていただければと思います。それではありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。 LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いしますそれではまたお会いしましょう